日はしげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は滝川舞子さん、みそか酒、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずは女性オリジナルキーをプラス4にしまして、私がワンコーラス歌っています。雪になりそうな裏町に一つ明かりが、また一つ一ついいことあったなら、それでいいので、星の暮れ雪がちらちら、雪がちらちら、みそを飾って。はい、それでは今日は滝川舞子さん、みそか酒ね、この曲やってみましょう。みそか酒というぐらいですから、1年の締めくくりのね、そんな歌ですよね。大晦日、まさにその大晦日の歌ということになりますね。はい、それでは滝川舞子さん、みそか酒、レッスンしてみましょう。いよいよ年も押し迫った大晦日の夜です。一緒に年を越そうと言ってくれた人はいつしかいなくなってしまう。今年もどうやら一人で年越しになりそうです。幸せだったあの頃、そんな日を思い出すと、気持ちの中では非常にやるせないものがありますけど、そんな思い出にふけっていれば、いつしか外は雪がちらちらとね。でも心が折れそうな一年でしたが、今年も一つだけいいことがあった。どんないいことがあったか分かりませんけども、そのいいことがあった一つのことが、それでよしとしようとね、そんな風に高望みはしなくて、いいことがあっただけよかったねという、そんな気持ちですね。ですから主人公は気持ちは前向きなんですよね、それでよしとしてこうというね、そんな感じです。ですから暗い気持ちにはならないようにこの歌を歌ってみましょう。雪がちらちらというのが2回出てきますけど、この雪がちらちらの変化に気をつけて、同じではないですからね、この変化を気をつけて、歌ってみましょうね。丁寧に歌っていただきたいんですけど、先ほどお話ししましたように、気持ちがあんまり暗くならずにね、前向きな女性の歌ですからね、そんなことを注意しながら、曲に入ってみましょう。はい、それでは行ってますよ。雪になりそうな雪、湯から消えね、ちょっとぐっと大胆にいきますよ。この子持っていき方を自分の中で自信持っていきましょう。雪ね、ぐっと上げますよ。雪になりそう、そうはちょっと綺麗伸ばして、そうな、ここでちょっと軽く節、そうな、もちろん風刺はなくて、そうな、これでもいいですよ。やれる人はこうなと思っていくと、ちょっと厚みが出ますね。雪になりそうな、これでもいいんですよ。ただしっかりやっぱりリズムには乗りましょうね。そして裏町に、裏母音が2つ、町にね、こういう節ですよ。これは10箇条でやりましたね。下から回す節と上から回す節が
ね、ここは下から回してますから落ち着いて下から出してみましょう。はい、それではそこまでまず行ってますよ。はい、雪になりそうな裏町に一つくっと上げましょうね。つ明かりが、ドンピシャで明かりのところにうまく入りましょう。明かりが落ち着いて、また一つね、こういう節とおおおつね、これ十箇条でやりましたね。上から回すのと下から回す節と、混合ですね、ミックスされてますね。ですから上手に上から回して下から回してみましょう。はい、それじゃあそこのとこ行ってますよ。一つ明かりがまた一つ、一ついいことあったなら、一ついいことあったなら、一ついいことあったなら、あったならね、きちっとこのワンブレスでここのとこ行けれるように練習しましょう。それ、次行っちゃいますね。それでいいのね、ちょっと難しいですね。それでとしゃくり上げしてからいいのね、そしてすぐ来ますよ、この年はね。いいのね、歳の、ちょっときついところですね。のに乗っかって、のくれ。まあ、ここが一番ちょっと難しいところですから、頑張って覚えましょう。はい、じゃあ一つのあたりからもう一回行きましょうね。一つ明かりがまた一つ、一ついいことあったなら、それでいいのね、年のれ雪がちらちら、雪がちらちらと、こういう感じですね。最初はちょっと頑張って、雪がちらちら、そして次はちょっとついて雪がちらちらと持っていきましょう。この変化を覚えていきましょうね。そしてみそを綺麗に伸ばして、そをぐぐっとしゃくり上げ、おお、そしてかざざで節回して、ざけ、まあ、なくてもいいです。みそおかざけ、まあこれでもいいですけど、まあ最後ですからちょっと大きく回して、ね、きめ細かく、こういったところは、最後は大きくまとめてみるといいですね。はい、それでは最後のところ行ってみましょうか。それでいいのね、年の暮れ、雪がちらちら、雪がちらちら、みそおかざけ。はい、まあこんな感じでね、歌っていただくといいですね。非常にまあ、年の暮れにふさわしい歌だと思いますのでね。はい、ぜひ皆さん覚えてみてください。ありがとうございました。